ではここからは言えば言うほどです。はい、ね、いろんなことが起こりますけども、ゆうきパパさんからも、パパイヤさんからも、父こぐささんからも、キングボンビーなみちゃんからもいただいております。そしてこちらの方は三河みどりさんです。刈谷の、はい、ねえ、起こった出来事、これはもうあれですよね。しかもこのね、十勝町地元でってことになって、ちょっとこうね、高一が行方不明の一報を聞いた時に川で遊んでいて、高校生が溺れたと思ってたら、少年グループのトラブルで高一の男子に暴行、川で泳げと強要して行方不明になったことが判明。ついこの間起きた多摩川の事件を思い出しました。同類の事件がこの地方で起きたのは残念です。同じ川をどうのこうのって前もありましたよね。多摩川の時もやっぱり川入ってこいとかいうようなこと で今回また川というものをこうに返してという ね、ことですが、残念ですね。無理やり泳がされた。川の水は冷たかったと思いますが、消防と県警のダイバーが川に潜って、捜索していますが、濁った川の中では視界は手元が見える程度、悪条件で、捜索も手探りだとか思いますけども、冷たい川の中から少しでも早く探し出してほしいと思いますという三河みどりさん、慶派の物資委員会さんからもいろいろとね、お便りをいただいておりますけどもね。そして刈谷の高坊さんからも、びっくりしました、早く見つかるといいと思います。ピンピンダラリンさんからもいただいておりますが、ね、会津間川の話ですよね。この方も書いていただいておりますが、仲間が溺れて姿が見えなくなったとの110番がありと、今先ほどのいきさつずっとこの方も書いていただいておりました。愛知県で起きたことに残念としか言いようがありませんね。この間川崎で起きたばっかりでしょということですよね。今朝5時頃、犬の散歩で日課の一宮の木曽川緑地公園に行きましたが、駐車場にパトカーが出ており、赤っぽい、乗用車1台とバイクが数台いて、若い人たちが警察官とやり取りをしているのを見ましたが、パトカーが来ているということは何かあったんでしょうかね。見ただけなんで詳しいことはわかりませんが、刈谷の事件があったばっかりなんで朝からいい気分はしませんでした。ということです。マイチンカールさんも、会津間川のは、お世辞にも綺麗な川でありませんと思うだけでも、市民としてはやりきれない。そんな川に入れ、いうこと自体がね。はい、もう、なんともやりきれんな、そこでな、と。多治見市万作さんからいただいておりますけれども、あそこはね、夜は通行人は少ないらしいですね。あそこの会津間川は、水かさはいつも浅いですが、川を南下すると、鬼怒浦港だから流されていたら海に行ってしまいますよね。早く見つかってほしいです。コッピー歌の広場さんからも、あの年頃でも男女関係のトラブルとはびっくりしました。付き合ってる子じゃない子に声をかけたっていうところに、その仲間が腹を立てて、それが喧嘩の、発端になってっていうことらしいですけど、高校生でね、本当に、それがこういう死に至らしめるまでのね、ことに気持ちがエスカレートしていくものなのかということですね。はい、頑張ってんじゃんさんからもいただいておりますけども、人の命の尊さをわからない日本人があまりにも増えてきたような気がしてね。まあこれが派生すると戦争へに向かうことに抵抗がなくなってきそうで、もし戦争が起きても、敵とみなせば人を簡単に殺してしまう日本人だらけになりそうで、まあとんだ飛躍的発想だと思われるかもわかりませんが、そう思えてしまうほど日本はどうしちゃったのと、悲しくなってきます。命を大切にしたいと思います、いうことですね。はい、この事件が起こった時に、そのやっぱりまたいじめの構造みたいなのがね、あったのかなというふうに思ったんですけど、まだまあこれ多分事情いろいろ聞いたりすると変わってくるのかもしれないですけど、いろんな新聞記事とかニュースなんかを読んでると、周りの子たちの証言ではそんなにこういじめられる感じではなかったし、もちろんいじめてる側でもなかったし、普通だったですよっていうようなことを言ってる子がいるらしくって、それとか、いじめの構造はいじめの構造でまたとても問題があるんだけど、そうじゃない部分で、普通のそういうところがないところで、要するにまあ、言い合いとか、喧嘩ですわね、ちょっとした。そこからエスカレートしてこういうところになっちゃうってことになると、これはこれでまた別のなんか恐ろしさっていうか、
ですから風俗発電さんも誰か止める勇気はなかったんやろうかと、うん、そのままずっとこう突っ走っていった。まあ小高さんの今のあれがね本当だとするならば、はい、何でもない普通の特別なね、うん、特殊ないつもなんかやってるような少年ではなくて普通の集団であったのが、うん、そこまでエスカレートするときに誰か止める人はいなかったのかな、うん、と中でのね内部においてというようなこと、はい、動物奇想天ぷらさんもまあ大人が知らないだけで普通に行われているんだなとこういうひどいことはということでしたが、まあ普通の少年たちであるならば、はい、いつも目をつけられてるようなね、札付きの少年なら別でしょうけれども、普通の少年ならば、周りの大人も傷つきにくいですよね。傷つきにくい。うん。はい、そうすると止めようがないと。うん、ということはやっぱり内部でのやっぱりどっか規制が働くようなね、うん、ストップがブレーキがかかるようなそんな子はいなかったのかなと。主婦山主婦子さんからも緑のビニール傘さんからもまあなぜここまでしなければいけないのか許せないですね。 EDE さんも、川崎の事件同様若いがゆえの何とも馬鹿げた結果になりました。集団でなければこんなことにはなっていないだろうがということです。坪井食堂小高支店さん夜川に入ったらどうなるかというのは想像できなかったのか。想像力の欠如ということはこの間うちから言われてますね、はい、夜川に入ったらどう何が待ってるのかと。で流された結果今度はどういうふうに自分たちの運命が待ってるんだろうというようなことやなんか考えるとね、そこにブレーキがかかると思うんですが、うん、何もそういう想像力がないともうやろうかとやってしまえと、うん、なった先に何があるのかもわからないんでしょうね、はい、非常にこれ残念だなというニュースであります。